まあ、竜宮城に行きまして、平ひなめの前踊りで、でもう時間も忘れて長いこと浦島太郎さんは、竜宮城で暮らしてたわけです。竜宮城から去るときに、これを開けてはいけませんよという玉手箱を乙姫様からもらって、また亀の背中に乗せてもらって陸上に帰りました。で、開けてはいけませんよと言われると開けたくなるっていうのはまあ普通の人まあ心理なんですが、それでパッと開けてみたら煙が立ち上って、一瞬にして、浦島さんは白髪の老人になってしまったという、つまり玉手箱には時間が詰めてある。もう昔から偉い人は何とかして不老不死、年を取らないで死なない薬がないかって言って、まあ、いろんな薬を飲んでみたり、いろんなことをしてみるまでか、まあ皆さんやっとどうしても寿命がなくなってしまう。ところがその間の寿命というのを玉手箱に詰めた、他の話では全くない話で、これはまあ人間の一つの、理想というか望みといいますか、自分の時間をそこに詰めといて年を取らないようにっていう、そういう玉手箱をもらったという、本当にこれは竜宮の乙姫様しかできなかったマジックです。もうそういうことがもしできるとすると、今のようにこんな科学が進んだって、そうやって時間を玉手箱の中に詰めていくことなんかはできません。これはもうこの浦島太郎のおとぎ話の最後はなんだと思うかもしれませんけども、今の科学で考えてみたって、もうそのおとぎ話のハイライトの一つだと思っております。